タートです。なんだっけこれ、フォーサム、フォーサムどんどん下がっていくやん。こんぐらいじゃないの？あ、そんなもんじゃない。あ、ちょっと取らないで、待て。なんだっけ、6月16日え、そう、16日やん今日。フォーサム見上げ、俺も、うん、よっと花子の分も取ってじゃん。何でもいいと、うん、ありがとうございます。しおさんからお土産いただきました。なんだっけこれ、ちょっとチロルズ、言語力に乏しい。チロルズ、チロルズ、なんだろう、3とか4とか。個人的にこのチーム頑張っていただきたいです。チーム紹介します。チロルズ、チロルズ、なんだろう、4ぐらい、レフト、チンコルズ、チンコルズやろ、レフト、レフトル、レフトルズやない。あのさ、それ YouTube に上がるとよ、自分。あ、わかった、ティンコルズ、ピンコルズ。いいけど、お前がそれでいいな。ピンコルズの先端担当らしい、ナオヤ。頭おかしいやつだよ。大崎からチロルズに来てくれてます。ライトはマサ。ちょっとこのフォーサムで自信をねつけていただきたいですね。そうね、マサね、マサね、うまい、うまいのにね、うまいけんね、あとはメンタルやな。そのブロックいいけん、ね、そう、ブロックいいけん、スパイクも別に悪くないと思ってる、力強いし。いいねこのチーム。レフトバックがサトシ。なんかこのチームをちょっと緩和してくれとよね、サトシがね、ちょっと、ね、そう、濃いすぎて、そう、そう、濃いっていうか、むさ苦しいというか。で、アツシとサトシが静かやけど、ね、うん、そうそう、サトシ、サトシはちょっとこのチームをマイルドにしていただきたい。で、ライトバックはアツポ。最近口が悪いです。元からで、元からだけどもっとひどくなってます。え、どっか行くとき言ってね、一人で喋るの恥ずかしいから。じゃあ元から行って。え、やだ。普通に勝ちそうやな、このチーム。相手そんなに強くなかったな、なんか見た目的に割とかなと思ってしまった。あれ、なんか結構やってくるかなと思って。フバか、違うか、違う、違うね、ちょっと明らかに違う、明らかに違う人が一人おった、明らかに違う人おった。お、ナイスカット、アツポン構え、アツポン、はい、なんなんあいつの頭、パイナップルみたいな、超ウケる。兄ちゃんに後輩よ、社会人2年目、社会人2年目やけんね、あれ。ハイアウト、このようにモテそうね。 F4 みたい、 F4 誰がマチュジュンやろ、マチュジュン、マチュジュン、マチュジュン、進化しましたね、チロルズ。次世代チロルズ、ネクスト4やん、ネクスト4、これからを担っていく、これからを担う、ネクスト4。あ、わざわざちゃんと遠回りする。ナナサンチェンコです、勝ってます。あ、みんなどっか行ってきた、前を通る。あ、三谷が、スケタ三谷、え、ゆうやさんももうどっか行く？いや、別に、え、特に何もないやろ、あいつら。ただ何試合目、ゆうやさん？ 5、 5。あ、じゃあ、え、直屋のさ、ブロックさ、うん、あれやろ、仕留めたと思っても抜かれるやろ、力で。あー、そうね、結構。え、昨日衝撃的やったもん、うち、あの、なんかな、瀬戸さんとゆうやさんの、あの、ちゃんと右と左手、右と左手、ちゃんとさ、ちゃんと2枚合わさっとる、合わさっとったのに、その間抜かれたやん。あ、ポーンみたいな、パワーで強いもんね。2人で、あれってなっとったやん。どこ抜かれたみたいになっとったやん。すごいなと思って。フェイントやろ、今。
弁当をダメとか言わなかったんですけど、基本的に言われたのことさえ、なんか審判ももうちょっと徹底してほしいな。審判講習会ってあの人たちも来とったと、あの中村大学。いや多分来てない。そうね。うわ。今ワイパーしたね。さすが復興復興。伊達にバレしてないね。すげえアウトや。でもなんか試合になったら雰囲気良さそうやね。そして天気も良くなってきたね、うん、昨日見た感じ こっちは雰囲気大丈夫なんかいなと思ったけど、あのチーム、うん、そう、そんな雰囲気悪かった分からん。なんかうち割と入っとったっけ。あみんな暴言吐けまくりやったっけ。あ、そうね、ちゃんとやれみたいな、そのやつらマサオの弱気なプレーに怒っとったね。え、なんかフェイント取れば取りなさいよ。いやでもそこはいいんじゃない。ああ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 、一回審判にあのフェイント取ってくださいって言った方が良さそう。ああ絶対こっち裏打ったらいいよ。いやでもすごいな、いいな。アツポの方がトスいいと、サトシより。だからサトシもともとセッターやろ。あ、でもなんかサトシビーチのセッターじゃないもん。ああ、まあ確かにブレる時ブレるもんね。あれ意外とセッターチェンコや。19チェンコ。さっきちょっとずっと決まらなかったけど、3点取られたやろ。地球チェンコです、頑張れ。ナイス。アンダーアーマー人気やね、うん、今日アンダーアーマー率相当高いやろ、ね、あれやん、3年女子たちもアンダーアーマ ー, ー, マー可愛い。なんか学生っぽいよね、お揃いって。やっぱみんなお揃い人とかでおらんやん、チロルズ以外。かわいいね、そういうとこ。ああ、年取ってきてめんどくさくなってチロティーみたいな。え、つな、何するっちゃろう、それ。なんか、あ、なんか買っとると思う。いや、わからん、翔さんが。ディズニーランドへ。なんか多分、え、髪飾りとかってどうしよう、打ち付けるとこないっちゃけど。いや、なんかね、本当はリラコで揃えようみたいなのだっとったったい。でもうち、あの汗的にリラックは無理なんよね。あ、そう。うち背中からも汗出るけんね、こう垂れてきたらうちズボンのここって割と濡れてしまうタイプなんよ。あこの紐のとこ、わかる、わからん、そこ汗かかん人。 あんまわからんけど、うちそこも汗かく人なんよ。ここから降りてきた汗がここに溜まって、ここめっちゃ汗かくんよ、溜まるんよ。でそれでリラックさ、来た時にさ、リラックはあの布やん。うん、そうね。汗がもうめっちゃ出てさ、半分ぐらいなんかもう上から半分ぐらい、いやこう色が変わったけんさ、無理なんよね。だけなんかすごい無理ですって言ってしまった。いいんじゃない。で全部却下になってしまう。でチロティも青ねみたい言われたでしょ。いや青昨日来ました。あ、ボールイン。今日生誕です、うちのお友達。唯一のお友達。唯一のお友達、今日生誕です。え、カナこませんだむ。カナこませ ん、あ、はい、こません。じゃあ、釣ったら釣っても出てください。釣った時の話しよった、志保に打たせようと思って。志保に打たせるためには誰かが上げないかんって。志保が打つ。え、どうなりましたか、ポジション。え、私がセンターしよう。え、志保さんバックじゃないですか。え、なんか、愛さん頑張ってください。上げる。お知らせいたします。
たいと思う。私トスシッキラブけど。なんかちょっと近づけんければアンダーで上げてもらう。なんかちょっと練習してみます。いやあれ見よったらお腹痛くなってきたんじゃん。強いらめっちゃルビめっちゃ強いけど。ルビバリューツ三角になっとったよ。あでもチロルズいませんでしたよ。三角やったよ。似上がり。でもいないってことはハンチとかおるとかいな。ハンチがどっかに紛れ込んどって。こちらのとこに入ってさせます。サーブミスしないようにしたら大丈夫ですね。そうてかミスせんとけば勝つよね。はい、それが出るんだよね。なんかでもサーブカット昨日練習してて思ったけどなんかあ終わった。なんか緊張して何もできそう。あ10分経ちました。10分26秒なんだっけ。全然点数見えん。16対13 13やらで勝ちました。お疲れ様でした。バイバイ。